はい、皆さん、こんにちは、ララエモンデオ37です。今日はですね、8月10日、現在15時57分です。私が登録しているウェザーニュースというサイトからこのようなメールが届きました。8月10日水曜日、茨城県古河市最大供給ラインギリギリ、つまり電力の使用が、ギリギリということですね。14時現在電気使用量が 90% 超えました。本日の最大供給量に対しまして比較的厳しい状況です。エアコンの設定温度を28度にして扇風機と併用するなど、可能な限り節電を心がけたいですね、というメールですね。はい、このメール来たのは、私が登録してから初めて届きました。まあ、ただいま外の気温はただいま約37度8度ぐらいですね、超えております。今日も朝から暑い日です。皆さんも、熱中症にならないように十分お気をつけください。それではララエモンで37でした。ご視聴ありがとうございました。